皆さんこんにちは。2020ミスタケ群馬代表の福田ゆり子です。今回の動画は着物コーディネートについて見ていきたいと思います。着物は洋服とはまた一味違った鮮やかな色合いや華やかな柄を楽しむことができますよね。色合わせなどもとても独特で楽しいです。この動画ではそのコーディネート例を見ていきましょう。それではスタートです。着物のコーディネートは本当に無限大なので私もまだまだ勉強中ですが、今回ご紹介するのは分かりやすい初心者向けのコーディネート例ということで、ぜひぜひ皆さんにも一緒に考えていただければ嬉しいです。まず着物をコーディネートする際の順番ですが、着物、帯、帯揚げ、帯締めの順で決めていくのが一般的です。着物はこちらの4種類で見ていきましょう。そして帯も何本か用意しました。一体どの帯が合うでしょうか。着物コーディネートの基本は何といっても色と柄。いくつかポイントがあります。ポイント1、着物と帯が互いに引き立つ色合いにすること。例えばこちら、紺の着物に黒い帯だと互いがあまり引き立ちません。一方白の帯は互いが引き立て合ってとっても綺麗です。さらに着物にピンクの模様が入っているので帯もピンクにすると色がリンクしてとてもおしゃれです。ポイント2、色のトーンを合わせること。水色の着物はトーンの違うはっきりした黒い帯だと少し主張が強めになりますね。一方白の帯だとトーンが一緒なのですんなりと馴染みます。さらにさらにこちらのクリーム色の帯はトーンもあってとっても綺麗です。ポイント3、柄の大小と柄の有無を意識する。似ている柄物と柄物は少しうるさい感じがします。そんな時はこんな無地に近い帯がすっきり見えます。柄物と柄物でも柄の大きさが異なればなかなかしっくりくる場合もあります。一方で柄が目立たないもの同士だと少し寂しいかもしれません。シンプルな着物は柄がはっきりした帯が初心者にはおすすめです。ポイント4、その他色の濃さや補色を意識すること。着物と帯が同系色の場合は色の濃さで変化をつけると馴染みます。その他補色を意識するのもおすすめです。補色とは正反対の色のこと。例えば紫の補色は黄色です。互いが引き立ちますね。
かがだったでしょうか。着物のコーディネートは着物、帯、帯揚げ、帯締めを変えるだけでぐっと雰囲気が変わりますよね。ぜひこれからも着物コーディネートを楽しんでみてください。私たちミスサケは日本酒と日本文化の魅力を国内外に発信していくアンバサダーです。私たちの活動を応援してくださるという方はぜひチャンネル登録、そして高評価をお願いいたします。それではまた皆様とお会いできますことを楽しみにしております。またねー。